にちは。今日は中学2年の式による説明、1に続く2の動画をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。1同様、この動画は2つに分かれています。まず、文字を用いた数の表し方。そして、その次に、その数を用いた整数の性質の説明の仕方という構成になっています。では早速、文字を用いた数の表し方。今回は、2桁の数と連続する数を取り上げています。早速見てみましょうね。はい、こちら。3と8がありますが、これを皆さんどう読むでしょうか ?3、8と読む人はいませんね。これは真ん中に10を入れて38と読みますね。つまり、この3は見た目は3なんですが、30を表しています。右から2つ目の数は、ただの数ではなく、10倍をした数ですよ、ということですね。ですから、ここでは 3×10 を表しているということですね。そして、この30と8との関係は、30から8を引くのでもなく、30から30を8倍するのでもなく、30と8を足しますよ、という関係を表していたんですね。ですから、この2つの間に足すが省略されていました。これが数の約束事でしたね。で、文字を使って2桁の数を表す場合、文字にはこの約束事がありませんので、これを付け加えなければいけない。つまり、10の位は10倍しますよと、そして2つの文字は足しますよということを表しておかなければいけないということですね。では早速、文字を使って2桁の数を表してみましょう。はい、こちら。今回は A と B を使って2桁の数を表しますので、使う数は A と B ですよ。そして、今回は整数の範囲内で説明したいと思いますので、整数の範囲内ですよということを表すように、A と B を整数としてという正し書きを加えておきます。そして、どちらが10の位でどちらが1の位かというと、A を10の位、B を1の位とする2桁の数を表します。ここまでを書いておきます。その上で2桁の数は A と B を用いて、まず A、10の位を表すように、A×10 と書いておきます。そして B なんですが、この A と B は足すんですよ。ということで、ここに足すを入れておきます。これで2桁の数。A が10の位で B が1の位の2桁の数を文字を使って表すことができます。では次に3つの連続する数で文字を使うとどういうふうに表すことができるんでしょうか？はい、こちら見てください。3つの連続する数とは7、8、9とか30、31、32のような数ですね。3つの連続する数というのは一つずつ大きくなっているということですね。二つ大きくなったり三つ大きくなると間に数が入るので連続していませんということですね。ですから文字を使って三つの数が一つずつ大きくなっていますよ、あるいは小さくなっていますよが表すことができたらいいわけですね。では今回も A を使って三つの連続する数を表してみましょう。はい。整数の範囲内で考えますので、A を整数として、というふうに書いて、使う文字が A、そして整数の範囲内である、という正し書きを書いておきます。そして、連続する3つの整数は、A とそれより1個大きい数。そして、その1個大きい数よりも、もう1つ、1個だけ大きい数の3つの数を表したらいいわけですね。まず、最初、一番小さい数が A です。はい、A。そして、A より1個大きい数というのは、はい、こんな感じですね。A 足す1、A に1個足せば A より1個大きい数です。では、これよりももう1つだけ大きい数、もうわかりますね。はい、A 足す2ですね。これで連続した3つの数を表すことができました。4つの数、連続する4つの数、5つの数も表すことができますね。はい。文字を使った数の表し方。きっと簡単だと思ってもらえたと思います。はい。ありがとうございました。